メリークリスマス。決めポーズ合ってる？今日のショーチャンネルは12月25日ということで番外編クリスマスです。昨日はイブで私同級生と、そしてこちらもお手紙もらったんですけれども、歌舞伎町の方で一緒に視察などをしている21歳から2歳の女の子と一緒に3人でプロレスを見てきました。はい、 DDT ですね。まあ、令和のプロレス芸騒動ということで、私の不用意な発言からちょっと反省をして見に行き始めたプロレス1ヶ月で、 DDTベストボディープロレス、これ鍋屋寛さんに誘っていただいて、そしてノア、これ木村花さんのお母さん木村京子さんに誘っていただいて、こちら花さんのカレンダーもいただきました。ありがとうございます。そして花さんのマスクでありがとうございます、頂戴しました。そしてノアを見て、そして DDT に行ってきました。昨日は DDT 見てきました。で、そうだな、完全に沼ってる状況ですね、私は。一番最初に、見に行った小学生の時なんですけれども、中学校以降はちょっといろんな方向に気が向いていて、しばらくプロレスを何十年も忘れていて、で騒動があって、反省も込めて、まず DDT、秋山純さんに謝罪をしに行きました。で、その時に、出ていたのがですね、最初に見た時にも出ていたのがこちらの、プロマイドちょっとなんかすいませんみたいな感じですけれども、とても可愛らしい、これ遠藤選手になります。で、その後鍋さんに誘われたベストボディープロレスの方にも遠藤さんが出ていて、2回連続で遠藤さんが出ていたので、プロレスファン生まれたての私としてピヨピヨピヨ、ひよこですよね。ひよこが卵から生まれて見たのが遠藤さんだった。そしてなんかすごかったんですよね。決して体大きい方ではないんだけれども、ものすごく大きな選手に果敢に挑んでいて、バッタバッタ倒されるんだけど上手に受け身取られていて、その後にテクニックというか、起き上がって技を仕掛けて華麗に宙を舞ってバターンみたいな感じで、おーすげーみたいな政治の世界とは真逆ですよね。私たち言論の府にいますから、手が出ると手を出すとアウトの世界にいるか、真逆の世界でものすごく面白いと、これが沼ってる理由の一つだと思うし、先輩に、例えば私の大好きな秋山さん、本当人格者で感謝してます。秋山さんの何枚も持ってます。執務室にも貼ってます。秋山さんのような先輩にもドカーンと向かっていける後輩がっていうところで、プロレスってやっぱり面白いなというふうに思っている、これも沼ってる理由の一つかなというふうに思って、でも私たちも選挙ではできるか、そういった面でも同じだな。いずれにしても DDT はすごく面白いですね。平田選手という方がいらっしゃって、なんかこう踊ってるんですよね。私もウィーみたいな、出てくるとウィーみたいな感じで踊って、そして面白いエンターテインメントの要素のあるプロレスもあって、そしてもう秋山さんの正統派なプロレスもあって、超ガチンコの遠藤選手のようなプロレスもあって、で、昨日ものすごく硬いの大きな樋口選手に挑んでいて、やばいと思ってたんだよ、これ負けるかもと思ってたんだけど、私50回ぐらい下げましたね、遠藤遠藤とか言いながらなんとか勝ちました。よかった、見事に最後勝ちましたね。すごいスカッとしますね、こういうのはね、本当にね沼る理由ですね。はい、ということで、アクトレスガールズも、非常に素敵ですし、こちら開いたらやっぱり、遠藤選手がいたみたいな感じで、かっこいいですよね。もう顔の造作とかそんなんじゃなくて、もう戦い様がかっこいい、で一緒に見に行った21歳2歳の、一緒に歌舞伎町などで見回りしてる子なんかは、こちらの、上野選手ですね。俳優のようなお顔立ちの方で、こちらがいいって言ってたし、で一緒に見た同級生はもともと相撲が多すぎということで、納屋さんという、非常に体格の大きいお父さんもおじいちゃんも大変有名な大相撲の方ということで、この納屋幸男さんという方ですね、こちらの、もうすごい体格の大きな方とかと一緒に戦ってて、でもすごいなって、これ沼る理由ですねっていう。プロレス雑誌なので、こちら新日本プロレスの、高橋宏夢選手ということなんですが、ニベアですね、女性誌とは全然違う訴求の仕方をしていて、こういうの面白いなというふうに思っています。こちらノアで、ノアは剣王選手ですね、剣王選手と遠藤選手が戦ったらどうなるんだろうとかね、一度見てみたい、やってるのかもしれないけどね、団体こうやってやってるみたいなんだけど、プロレスファンとして生まれてた私はまだわからないんだけど、やってないかもしれない、やってるかもしれない、わからないんだけど、その見てみたいなというふうに思っています。ということで、こんな感じですね、パンフレットも買って、国会にはプロレス議連もありますから、そういうのも含めてね、こう日本の一つの文化、世界でもあるんでしょうけれども、非常に面白いなというふうに思って、このようにグッズも買っているところですということで、完全に沼っているということを皆様にお伝えしたくて、今日は動画を撮りました。
まあ、しばらくね15年ぐらいはね猫に沼ってたんですけれども、まあ、しばらくは私プロレスにも沼りそうでございますということで、今日は、クリスマスはどんな風に過ごしたのかということで皆さんに、お伝えをしました。さてこのポーズ一体何でしょうかということでクイズを出しておしまいです。正解は概要欄です。